はい皆さん今回もごご視聴いいただきままして誠にありがとうございます、えー、今日はですね昨日に引き続きまして「えー、サ,サさん」というですね私の動画のコメントを頂い,いた方からですね「キスマイフット2の、えー、二階堂くん千賀くんの歌声が最近の曲でよく聞こえる曲はこの曲ですよと教えていただいた曲、えー、2曲ありまして昨日ね「フィアーという楽曲を聴かせていただきまして今日はですねその第2弾で「ソ o ブルーという 楽曲を今からミュージックビデオを見させていただきながらですね、えー、二階堂くん千賀くんの声を中心に勝手に思うままにお話をしていこうというふうに思いますそしてですね昨日も見ていただいて今日も見ていただいている方本当に ありがとうございます昨日はですね久しぶりの、えー、キスマイフット f 2のですね楽曲を見させていただいてお話をするということによってですね、えー、玉森君の名前が出てこなかったり、えー、千賀君なのに横尾君と言ったり横尾君なのに千賀君と言ってみたりとかですね、えー、ただ失礼なところがあったのは改めて本当にお詫び申し上げます大変失礼いたしました今日は絶対そんなことないと思うんですけどこんなに言ったら その振りみたいになってたら嫌ですね。全然名前出てこなかったりして。ということで、えー、今日はね、改めてしっかりと皆さんね、間違いのないようにお届けしていきたいと思うんですけれども、それでは、そうブルー、so、というね、楽曲、えー、これもキスマイフット2の公式にありますので、早速見させていただきたいと思います。4分28秒の動画、行きましょう。再生。 見たかった空が広がって重なった夢が動き出す澄み切った雲ひとつないこれ北山君かなソプルー輝く光キャッチーな歌見えない未来不安だけがただ面白い。 なんかこうインスタグラムみたいな写真の下に歌詞が「息を潜めていた誰にも言えずでも届いい」「いいね」から君のメッセージはいつも「I never give up」「ビリビリ見ません」「見たかった空が広がって重なった夢が」 動き出す胸の高鳴りは希望の足音、うん、涙の雨もいつかやみ虹がかかった心には澄み切った雲ひとつないそぶそぶ輝く光すごいドスどドスとリズムが乗っかって。 For the, for the sky かっこいい忙しい日々忘れがちな優しさつ,つたくていいね思いを全部全部言葉にしてみたよいい表現届いてるかないい今の7ビブラといいよこの音、ね、色いいここの人いいよ1分50秒 h へ r e I h a time いつだって空は笑ってる早くって夢が呼んでいるまた見ぬ明日はまばゆい七色、うん、知らない世界に隠れてるきらめきをさあ見つけにこう飛び込めば雲ひとつない So blue, so blue, 輝く光このこの方も音程いいよ2分30 2> いつでも見上げればいい表現果てしなく続く空いいね追いかけていい安定してる今のもマヴィロン I know you know 重ねた君の声がレディオレディオ止まらない s o w we go かっこいい 見たかった空がさあ7人が夕日の前に立って重なった夢が動き出す胸の高鳴りは希望の足跡と<う>涙のわき変わっていつか闇に時間かかった心には澄み切った雲ひとつないそぷそプ 輝く光いいうわ、かっこいいソブルソブルーーおかっこいいよ、最後もあ、なんかもう手書きのソーブルの歌詞が出る 聞たね、私が今聴いてていいなと思ったとこまず ABEX また出た「1分50秒」ちょっと待って今1分40秒「知ったよ」の表現もいいけど「届いてるからおこれここいい」ここ誰ですか「この音色」このフレーズの方うまいですねちょっと今声で判別できてないので。 完全に今誰かわからない状態でお話ししてますけどここのフレーズの型うまいですよ。「いたよーの後」のあと「どいてるかな」のこビブラート「君のもとへこの音色」この「君のもとへこの音色」このメロディーも難しいし「でいてるかな」のビブラート。 ここはどなたでしょうここ、いいですねとってもうんちょうがそうでこのあと2分40秒のあたり「ソプル輝く光」あまあ、この手前もいいね「さみつけに行こう」「飛び込めば雲ひとつない」ソブ「ソプルソル輝く光」この この方も「いつでも見上げれば」いい表現力「果てしなく続く空追いかけて、うん」この今の「追いかけて」のフレーズのところの方も高い音結構抜けがいい。「寝るも寝るよ遠らなナイス」「見たかった空が」このサビね今一人で。 動き出す胸の高鳴りは一方の足音と波さあ木上がっていここはみんなで歌ってねすごい甲の重なりも綺麗ですけど「積み切った雲ひとつないブブ、ね」いいねここも安定感して歌って歌っり歌ってこの後にいろんな人が tell me for what was ここは声 hey sabu sabu わらかさ blue sky、うん、なるほどうん。これあの今ね細かくいろいろ言ってますけど曲自体めちゃくちゃいいですねこれもう冒頭から すごいキャッチーなというかね耳に残りやすいうんでなんか爽やかなねこう空まあこう最後の映像もこう歌詞が書いてあるとこ青空に雲ですけどいやこれはいいですねまあ前回の「Fear」もすごいえまた雰囲気の違うかっこよさありましたけどこれはもうザ・シングルみたいな世の中的なイメージとしてね。こうソロで歌ってる 方たちがいますけど今言ったみたいにこの1分50秒付近の方とそれから2分40秒ぐらいの方といやここはいいです、うん。あ,の,まあ他の人が別に駄目っいうわけじゃなくて今聞いてて「おっこのこの今の1分50秒の方と」 2分40秒ぐらいの方が私が聞いた限りは違う人だと思うんですよね。うん、これがもし二階堂くんと千賀くんだったら笹さんがもう「おお」って言ってくれるかもしれないですけどさてどうでしょう <laughs> 今の時代ねあの歌割りとか調べたら多分出てくると思うんですけど、まあ、申し訳ないことに私は今これ初めて、えー、初見で初見っていうのかな 小、えー、聞きで、えー、お話をしてますので逆に言うとすごいあのフラットな状態でねあこの人うまいっていうのを今2人挙げたところがその場所でしたね、えー、改めてその1分50秒ぐらいのさ,さあ伝えこの次ね「とった」 てるかない君の元へこのレールうんここうまいね本当にそして2分40分ぐらいは果てしなくつく空追いかけてあちょっとこのじゃあこのじゃこの辺か。 飛び込めば雲ひとつないそぷそぷ咲く光ここね2分502分20秒かいつでもければうんここ優しいけど果てしなくあっ、うん、この空追いかけてもまあいいけどね <laughs> 結局どっちだって話ですけどえっと きらめきをさ見つけにゴーのあと<後>飛び込めば雲ひとつない飛ぶここの肩ね「かく光」うんでこのあと「いつでも見上げれば」うん優しい表現「果定しなく続く空追いかけて」うんまあこの 方もいいですけど、ね、うんちょっと申し訳ないね分かりにくくてはいこの3名ぐらいかな今これ聞いてる中ではうんはいさあどんなことになってるのか私も分かりませんけれどももう皆さんのコメント頼りですはいちょっと分かりにくくて申し訳ないんですけどもいやーでもほんとさっきの 1>, 1分40秒の方は本当に私はすごい好きですね聴いてて一体誰なのでしょうかはい丸投げで動画を終わりたいと思いますということでささん2曲ね教えていただいて本当にありがとうございましたそして見ていただいた皆さんも最後までありがとうございましたということで今回はこんな感じで、えー、またキスマイフットツ2の楽曲をね聴かしていただく時には、えー、よろしければ見ていただきたいと思いますということで、えー、今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。